いたしますよ。さあそれでは続いてはこのお二人のトークショーを待ってらっしゃった方いっぱいいらっしゃると思います、関口雄一選手とそして坪井翔選手です。よろしくお願いします。お願いします。さあまずはもうこれはね皆さんと一緒に大きな声で大きな声出しちゃいけないなまずは GT500 チャンピオン獲得、トークショーおめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごかったですね。そうですね、あの結構なんですかね、ポイント差がある中だったんで、まあ自分たちもちょっとあの信じられないような部分もあったんですけど、まあでもあのね結果は結果なんで取れてすごい嬉しいです。ねだってあこういう展開になるんだっていうの、ちょうどあの私はその時 FM 放送でその放送全部流させていただいたんですけど、もうね最後。なんかあの公平でいなきゃいけないのに声詰まっちゃってうわ関口選手と、ね、坪井翔選手がチャンピオンになったっていうね思いがありましたけれども、坪井翔選手もう念願の GT500 チャンピオン、どんなお気持ちでしたか？いやまあそうめちゃ嬉しいです。あの 僕にとって GT500 の初優勝と初チャンピオンが同時に来たので、まあ、これ以上ない、ね、これ以上ない結果だと思います、はい、ありがとうございます。本当におめでとうございます。最後まで何が起きるのかわからないなっていう。でも関口雄一選手なんかいろんなレース経験してらっしゃいますでしょ、はい、そんな中で今年のこの GT のファイナルっていうのはなんかまた独特のレースになったんじゃないですか？もう想定内だったんですか？いや全く想定外ですね。でも、まあね、まあ自分がなることもあれば、うん、あの損することもあれば得することもあるんで、まあ、まさかね本当にあんな展開になるとは本当にレース前まで予想できなかったんで、うん、まあ、びっくりでしたね。そうですよね。それであのトップを走っていたね、車がやっぱりまさかあそこで途中でこうそうですね、まあクラッシュっていうか不運ですけど、うん、はい、それは全く予想できなかったです。そうですよね、はい、だけどあの坪井翔選手がご自身のインスタグラムでそのあたりの心情とかも語ってらっしゃいましたよね。そうですね、あの、うん、まあ当然チャンピオンに近かったら1号車でしたし、あの、まあ、当人たちがとんでもない悔しい思いを絶対自分があの立場だったら相当辛かったと思うんで、まあ、そんな辛い思いをしてるのに一番に声をかけてくれるっていうのは、まあ、本当にそのドライバーとしてリスペクトするべき点というか、まあ、すごくあの嬉しかったです。僕自身も嬉しかったです、はい、そうですね、やっぱりそういうあのお互いのリスペクトっていうのがあってこそこのフェアな、しかもすごく厳しい状況でのこのスポーツが成立していくんだなと思うんですが、さてあの先日、トヨタのあの体制が発表されまして、関口雄一選手はチームが移るんですね、はい、そうですね、来年はあの、まあ、今まで4年間あのトムスにいたんですけど、はい、来年から、サードっていうチームに移籍します。はい、ということでそこのパートナーをお呼びしたいと思います。中山一選手再びどうぞステージを上がってください。そうですね、それでちょっとね待っててもらいました。はい、さあ中山選手はいよいよ、はい、来シーズンは関口雄一選手と組むわけですけれども、はい、坪井選手から、なんか中山選手に何かアドバイスとかありますか？雄一選手と組むにあたって。いや、アドバイスはないんじゃないですか。大丈夫ですか？いや、全然大丈夫じゃないですか、はい。じゃあ強烈なこうライバルになってくる可能性がありますよね。いや、もちろんそうですね、強烈なライバルになるし、まあ、僕自身は、まあ、トムスに残留しますけど、うん、あの他3人、トムスの3人、22歳でいきなり最年長になるんで。坪井選手も最年長になっちゃうんだ。らしいんですよ。みんななんか若返ったトムスがどんどん若返っちゃって、なんか世代がねどんどんあるんで、はい、ライバル以上に僕のちょっと肩身が狭くなってる感じがします。そんなことはないですけれどもね、だってそういう方もベテランどんどん入っていってもらうわけですよね。まあでもね、本当カズくんも来年今年いなくなっちゃうし、たまたまこの間鈴鹿でちょっとあのカテゴリー違うんですけどスーパーオミラでちょっとカズくんラス、まあちょっとセレモニーみたいにみんなでやって、帰りがカムイタリー出て俺が最年長になっちゃったって言って、あの中でカムイが今最年長なんで、最年長、はい、なんか結構もう時代は結構変わってきてます。すごいですね、はい、本当にね皆さんも本当に10代の頃からこのね業界に入ってきて大活躍のドライバーの皆さんはどんどんもうベテランで大人になって、はい、っていうところで中山選手さ、いよいよ来シーズン関口選手と組みますけれども、なんかすごく楽しみにしていることとか、なんかこういうレース展開になるんじゃないかみたいなありますか？僕は常に後半のドライバーで、後半に乗るドライバー
バーで、で杉内選手はスタート行くことが多いと思うので、そこの流れも、いいのかなと思いますし、あとサードがセットアップを進めていく上で、36号車をお手本にしている部分があるんで、そういう面でも、スムーズに乗り換えしてもらえるんじゃないかなと思いますし、36号車と39号車の違いとかそういうところも聞けるのかなと思ってすごく楽しみです。そうですよね、まあ、そういっても、まあ、来シーズンはペアを組んで、今シーズンはペアを組んでる皆さんが今日は最後の、ね、インタープロとの最終戦ということで、もう勝ちバトルになっていきますけれどもね、はい、そうですね、うん、楽しみです。そうですね、はい、今日のレース展開どんなことを考えていらっしゃいますか。まずは自分は11台中ビリが次予算で、その1個前が10位なんで、そうですね、後ろ次予算しかいなくて、まあ、結構後方からの スタートになるんで、まあ、でもインタープロだと結構比較的順位の変動が大きいですよね、毎週毎コーナーだから、まあ、順位からでも全然追い上げられると思いますし、まあ、逆に楽しみですね、どこまで追い上げられるか。そうですね、さあそれでは、坪井翔選手はどんなレース展開を考えていらっしゃいますでしょうか。そうですね、まあ、僕は5番手スタートで、コンマ1足りずポールが取れないくて5番手だった、まあ、なかなかの僅差の予選だったんですけど、まあ、5番手から決して悪くない位置ですし、ペースもそんな悪くなさそうな気はしてるので、まあ、前がガチャガチャやってくれることを祈って、はい、チャンピオン争いが多分福住選手と山下選手がやってるので、まあ、2人が多分ガチャガチャやってくれる、ガチャガチャやってるところに入り込んでいく、するとこういけたらいいなと思います。そうですね、坪井翔選手が今ランキング6位で、関口雄一選手が9位で、今日予選が坪井選手が5位ということですよね。やっぱりでもここで 1.5、 あ、どうぞドライバーの皆さんお待ち席でお掛けになってお待ちくださいはい、ということが、そうなんか中山由依選手もね、ずっとなんか続いて出ていただいちゃってますけれどもね、はい、もう一回聞いちゃおうかなって。いや、もうもう十分ですね、はい、はい、じゃあまずは中山由依選手どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあ来シーズン関口雄一選手との、はい、よろしくお願いします、はい、期待してますはい、ということで、さあ今シーズン、まあ、GT の方はチャンピオンで締めくくりましたけれども、今年1年、まあ、今日のこのレースも含めてですが、どんな、1年でしたか。比較的そうですね、今年はGT とスーパーメラと、はい、まあ、スーパーメラは個人的には取れなかったですけど、チームチャンピオン取れましたし、はい、まあ、GT は、チームチャンピオンとドライバーチャンピオン取れました。まあ、比較的、すごい波のない、ずっと好調維持できた1年だったかなと思います ね、はい、すごくこう常にこう存在感がある1年だったなって感じがしてるんですけどね、はい、ただちょっとインターブロードの方が今回最終戦4レース目ですけど、はい、今年なかなかちょっと、まあ、1回ポールとか取ったぐらいでなかなかちょっと良い成績出せてないんで、まあ、その流れで、ね、昨日の予選もトップからちょうど1秒離れてて、結構ちょうど1秒なんですけど、まあ、結構厳しいんですけど、まあ、最後、まあ、良い形で終えたいので、精一杯頑張りたいなと思います。ぜひともね、また一度はね、インターブロードシリーズのチャンピオンに輝いてる菊池選手ですからね、はいはい、代わり咲いていただきたいと思います。センター坪井翔選手も、最後に一言皆様にメッセージをお願いします。はい、そうですね、まあ、僕はまあ、今年どのカテゴリーも結構悔しい思いをたくさんしてきちゃってたので、最後の最後で GT500 でチャンピオン取れるって、まあ、思ってもないぐらい感じだったんですけど、まあ、本当に、取れてよかったですし、今年苦しんだ分なんか最後に嬉しい気持ちが全部来たような感じだったので、まあ、すごい嬉しかったですし、まあ、今日まだレースあるんで、まあ、5位からはチャンスあると思うし、まあ、最後また優勝争いしていい気分で年越しできるように、せっかく GT500 チャンピオン取っていい気分なのにちょっとなんかどんどん薄れていくの嫌なんで、なるべくこうキープして年越せるように今日も頑張りたいと思いますので、はいはい、なんかこうレースって流れがありますよね、こうすごくうまくいくときと何かなりやってもらっていかないみたいな ね、 そ、 うですね、それがまさに自分の場合インターブロとか、ちょっと今年何やってもうまくいかなくて、でまだレース残ってるんで、そこで最後ちょっと挽回して気持ちよくね、はい、終わりたいですね、いただければと思いますし、はい、まあ、坪井翔選手は本当に旗から見ててもね、もうなんでここでっていうぐらいの悔しいレースをたくさん体験してらっしゃって、ご主人でもね辛かったですよね。今年最終戦まだ辛かったです、はい、ね、だから最後にダーンとね、いい意味での大どんでん返しの結果がね返ってきましたので、ぜひとも、今日のこれからのインターポロとシリーズ頑張ってください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。
それではお待たせいたしました。ちょっと日差しが眩しいし風も